おはようございます。モーニング。グッドモーニング。あ、すいません、普通に戻ってもらっていいですか。画面反転してると思っちゃうんで。ちょっと地球持ち上げてました。体調は、体の方はどうですか。もう万全です。いけます。はいはいはい、いつでもいけます。 I'm ready to go。 拍手やしたいっす。ね、ファンのみんなはきっとあなたが戦ってんのね。いや、そういう演技試合させてください。いや、間違いないですね。もういや、知らないです。何ですかそれ。あの、川尻さんのあのプライドの時の煽り。試合したいっす。暴れたいっすか。暴れたいっす。かといってさ、自分でエントリーして出れるみたいなさ、そういうものじゃないじゃないですか。そうだね。あくまでも主催者の方がさ、こうね、出したいと思ってさ。俺干されてんのかな。干されてんの。ネタ枠。俺ネタ枠になった。リールのショート動画枠かな。なんで俺ネタ枠になっちゃったのかな。干されてんのかな、だけじゃん。ねえ、マジで。そんなこと言ってらんねんで、じゃあ筋トレしようぜって感じですか。そうですね、まあ、筋トレしてる間はね精神状態保てますから。そうですね。なんか巷で、まあ最近筋トレは格闘家に必要なのかどうなのかみたいな、こう YouTube とかおすすめとかにパパパって上がってくるけど、どうその辺。どう？そこら辺はですね、僕にそれ聞きますか？いや、もう聞くし、もちろんだってそれはもう、筋肉武装ならぬ理論武装があるからね。ひろゆきさんにもきっと。バックボーン筋トレみたいなとこあるじゃないですか、ね。その辺の回をね、やっぱり、筋トレ派のひろゆきにちょっと出してもらおうかなって、聞いてみようかなと思って。極論を言えばね、別にそんなのどっちでもいいんですよ。はい。極論を言えばね、はい、別に強ければいいから、うん、勝てるんだったら、そうそう、勝てるんだったら強くなれりゃ、別に練習だけで強くなれりゃいいんだけど、その練習で補えない部分、うん、練習よりもさ、やっぱりその練習してたらもちろん筋肉つくけどさ、うん、それ以上の負荷を与えないとさ、やっぱ筋肉ってさ強く大きくならないから、はいはいはい、って言った時にやっぱウエストトレーニング有効だし、ただ稀にその例外としてもともと体が強い人とかっているから、練習してるだけでもやれちゃう、はい、うんうん、海外ともこうの選手とかともやり合えちゃう選手もいるから、一概には言えないけど、俺はまあやった方がいいとからやってる。はいはいはい。で、まあ、そのやり方なんだけど、ボディビルダーとのトレーニングの違いってことで、ちょっと瞬発系のトレーニングやっていきたいと思いますんで、一緒にちょっとやっていきましょう。はい、メディカー今日もお疲れ様です。練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。栃木県からライジンファイター頑張ります。パチ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 。10月名古屋ライジンランドマーク、町選手参戦決定。なんか意気込み一言もらう。もらう。町ちゃん、はい、意気込みをちょっと一言。相手はチャンピオンなんですけど、はい、つけて勝ちます。つけて言っちゃっていいのみたいな。しまーす。あー、いいっすね。師匠にいっぱい教わってるから。ああ、そう、梅田先生がね。梅田先生がいますからね。期待してます。栃木の力を見せて、栃木をちょっと勇気づけて、はい、頑張ります。ください。はい、ありがとうございます。応援お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日スナッチをおやっていきます。はい、スナッチっていうのはこのバーを頭上に
はい、一気に上げるトレーニングで股関節、股関節の伸展をここで屈曲させて、そこから伸展を使って上に上げていくトレーニング動作です。まあ、なんでこれがいいのかとか、これどこに効くとか、そういう多分疑問があると思うんですけど、その辺はどうなんですか？結構格闘技の、まあ動作において股関節の伸展の爆発力っていうのも結構使って、例えばまあ相手のタックルを切る動きだったりとか、はいはいはい、自分でもこう踏み出すとき、相手に対してこう踏み出すときって股関節が伸展するじゃん、はいはいはい、屈曲して伸展するじゃん、構えてるときって屈曲してるけど、うん、する伸展するじゃん、蹴り出すときも、はいはいはい、この爆発力をつけたい、おー、なるほど、時にこのスナッチっていうのが有効になります。で、下から頭上に思いっきりバーを上げることで全身の連動、はいはいはい、例えばまあ腕だけで上げようとするとか、この20キロだったらできないことはないんだけど、こうやってゆっくり、はいはいはい、あ、これをなるべく筋疲労しないように、なるべくまあ下半身のジャンプ力使って、こうスパッって上げられるように、なるほどなるほど、意識してね。ただ腕は腕の力で全く上げてないと。そう、意識的にはボディービル的なトレーニングだとさ、こういかにこう、うんうん、重量が、この重量が筋肉に乗るように疲労させるようにこう使うけど、これは逆で、瞬発系のトレーニングっていうのはいかに疲労させないように、負荷を分散しながら、全身に分散しながら上げるっていうのを意識してやっていくと、瞬発系のトレーニングいいです。なるほど。もう回数は5回ぐらいですか？うん、3から5、まあ3回ぐらいでいくかな。あ、そう、一発のスピードとかキレとかを重要視して、はいはい、結局疲れるようなトレーニングじゃないから、筋疲労を与えるようなトレーニングじゃないから、パンプさせる必要もないし、はいはい、ま、むしろパンプしてるようなやり方だと間違ってるから連動で出力をね、最大限出して、そう、連動してやるから、疲労させないように3から5、まあ、1から3でもおー、オッケー、少ない回数で、はい、ちょっと待って、この力で伸び上がる力、股関節伸展の力で上げる、上げる、最後だけクッと固めるときに腕は使う。なるほど、めっちゃ伸展、うん、しっかり屈曲させて伸展の力、バッ、いいよ、全然いいよ、最初より、バッ、ギャッ、あ、いい、分かった分かった、うん、なるべくリラックス、リラックス、あ、どうリラックス、60キロになってますね。はい、左手でここまで持ってきて、ここで右手に入れ替える。おお、相手引っ張ってきて、それで終わりじゃなくて、引っ張ってきて
こうしたみたいな、うんうんうん、っていうのでその連結作業、これもなるべくさパンプさせるようになったらあ、これだとパンプするじゃんするするするだからこれをなるべくこれも腕の力なるべく使わないようにしてこれも股関節伸展で上げて足の力で足の力も使ってこう腕に伝えるみたいな、はいはいはい、結局重いもの持ち上げる時もさ腕だけでやったら重いけど足で伸び上がる力股関節伸展使えば軽いからなるべく重さ感じないようにしてあげて、ドン、速くスピード、おお、なるほどなるほど。中心に力入れた状態で。ここの繰り返しのスピードを速く意識、腹筋でやる感じですか、まあ、腕の力なるべく使わないように体の中心が力でいい、これもしっかり足力入れて土台しっかりした状態で体ぶらさないように、こういう風にならないように、はいはいはい、プッシュアップジャンプのまあ応用で、ああ、ベンチにプッシュアップをして手をついてしっかり飛べる、はい、まあやるのは早いんでやりますここからプッシュアップ、って感じで、ほう、腕立て伏せで爆発して片手をベンチについてしっかり止める、ここで体幹がぶれるとビニョーンとかベローンってなっちゃうから、ここでしっかり止める、プッシュして次しっかりビタッと止める動き、これ止める動きってアンチローテーションって言うんだけど、うん、ローテーションしちゃうじゃん力抜いたら、はいはいはい、はい、アンチって、まあ、うん、逆の拮抗するっていう意味、抵抗するっていう意味で、この力をつけると例えば亀でさ、相手が柔術とかだったらさ返そうとした時にしっかり止められるとかさ、はいはいはい、相手にスイープされそうになった時にこう止められるとか、あ、結構意外とアンチローテーションの場面って格闘技とか多いからさ、特にグラップリングとかだと根の展開になったりすると、これボディービルトレーニングではなかなかない動きだから、うん、これいいと思う。で俺とかになるとこの手をついて逆の方の足を上げるっていう上級編もあるんで、俺とかと俺とかになると、はい、あ、俺ぐらいの正域に達するとってことですねつまりすぐできるようになります。いやいや、これできたら、うん、もうひろゆきの、うん、あ、域に達してますよっていう。あ、そうっすね。おお、いいっすね目指したいっす。俺とかになるとさ俺とかになるってやってみますけど、ああ、どうぞ。ああ、なるほど。わお、結構ちょっと前か思ってたけどさ、そのウェアセットアップの、はい、いいっすね。いいっすよね。うん、これ自分サポートしてもらってる天命オリジナルというブランドの商品で、うん、この夏出たばかりなんで、はい、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、アスリート向けとか格闘技における身体能力向上のトレーニングをまあお見せしたんですけれども、けれども But ボディービルトレーニング Very important これが勘違いしてほしくないんですよ。じゃあ俺ら格闘家だから、うん、まあアスリートだから、うん、身体能力を上げたいだけだから瞬発系のトレーニングばっかりやってればじゃあいいのか、う
ってなるとまたちょっと違って、はい、やっぱ頭打ちするんだよね、ソウルだと。基本的な基礎的な筋力も向上させていった方がさらに神経系も伸ばして、はいはい、筋力伸ばして神経系も伸ばしてっていう風にやっていって、こう競技力って向上していくから、ベーシックなトレーニングもやっぱり大事大事、はいはい、例えばまあビッグスリーって言われるベンチプレス、スクワット、デッドリフトとかさ、はい、まあ俺らだったら懸垂もそうだし、ディップスもそうだし、うん、だからボディービルトレーニングをあながちこう軽視する しがちなんだけど、うん、アスリートはっていうのはあんまり良くないから。はいはいはい、なるほど。ボディービルトレーニングをやっていきましょう。わかりました。